こんばんみ、市村まさきです。ミニ利きのギタリストがレフティーを手にするとどうなるのかっていう検証というか、まあまあ、 左利きの人にねギターを教えるってことはまあまあ多少あるわけですよ。それで僕はまあ地味編が大好きですと。でまあまあ地味編は右利き用のギターを左利き用に弦張り替えて上下張り替えて使うから、そんなにその違和感なくコピーとかができるというかね、実質上やってる行為は地味編と僕がやってる行為は左右逆なだけですよね。変な言い方だけど、まあ、カルロス・リオスとかアルマッケとかそういう人たちはそうなんだけども、甲斐義博さんとか松崎しげるさんとか海外でその地味編っぽいことをやる人でエリック・ゲイルズっていう人がいたり、あとディック・デイルか、ジョーンとかタンタンタンとかタンタンタンとかカルロス・ジョンソンとかオッチ・スラッシュとかアルバート・キングっていう人たちって右利き用のギターをそのまんま左向きにしてこうやって弾いてるということは、6弦が下に行ってる状況でギター弾いてるってことなんですよ。ってことは僕ら右利きの人間からすればレフティのギター買ってきたまんまそのまんまの状況でこうやって持てば、6弦が一番下にあって1弦が一番上にあるわけですよ。ね。ね。これ弾けるんかなっていう話です。前に左利きの女子高生の生徒さんがいて、その子が持ってきてるギターをちょっと触らせてっつって、僕が弾けるかどうか、左手で弾けるかどうかちょっとだけ練習したんだけど、無理。絶対に無理ってことが分かって。で今回はレフティのギターのそのまんまの状況です。ある種僕たちがギターを教えている時にダイアグラムっていう表を書いて、それを初めて見た人たちにとってはギターの上側と下側がダイアグラムは逆に上下逆に書いてあるから理解しにくいわけですよ。でも慣れてくるとあれは自分がこうやって指板を見た時の目線の角度でこういう目線で見るから実はダイアグラムの上下は合ってるんですよ、見やすいんですよっていうのがダイアグラムなんですね。ってことは今回ダイアグラム見たまんまの鏡だと思って押さえればこれが E コードってことになるよねっていう、なんですよ。でただし松崎しげるさん、甲斐義博さんの弾き方をするにはアップダウンが逆になる、右利きの人と同じプレイをするならジャーンジャーンスカスカジャンジャンって弾くならで下から上に行くのが1拍目 にならないといけない。これはちょっと面倒くさいです。かなり大変です。で、ちょっとじゃあとりあえず、まあ、何ができるのかやってみようかなとね。スモークオンザウォーター、ドレア。スモークオンザウォーターは例えば G マイナーだとしたらこれだよな。これで合ってるっけ。お、弾けるんじゃねえ俺弾けるかもしれん。全部ダウンピッキングだと決めてかかればできるなってことは、違う、どういうこと、こういうことか。で、あれか、あ、いいんだ、本来僕ら右利きの人がスモークオンザウォーターを弾くときはアップピッキングであれ弾かないといけないんだから、逆にダウンピッキングで弾けばいいんだ。これなかなか初心者の気持ちに戻れるね。
ね、いいかもしれない。ってことはこれがパワーコードやで、ってことは、じゃあ地味編の平常 C G D A、ゴンギーンゴギーンが7フレット5フレットやで、7フレット5フレットやで、こうか。やっぱまあダウンアップ逆で弾くのはむずいな、これは無理だな。いけるんじゃね。もうちょっとノリノリでいってみよう、なんか自分が弾いてる音と逆向きの音がするから気持ち悪いっちゃ気持ち悪いけど、ってことだね。まあ僕はサウスポー用のギターを弾くことに慣れているので、この辺は別にあんまり気にはならないんだけど、まあ、今はワイヤレスつけてるんで、こいつがちょっと触ってるとは思いますけども、実際レフティのギターを右の人が持つと、大変なのはこのボリュームつまみなんですよ。このボリュームつまみをやたら触っちゃうわけ、演奏中にこう。こうやってここでここって言って見せても分かんないけど、ここでこうやって触ってやるといつの間にかボリュームがちっちゃくなっていくんですよ。こうやって実は地味編のライブ映像をよく見ててください。こっちの手ってかなりこういう角度でこのボリュームをこうやって触るんだよ。こういう角度って意味わかるかな。こういう角度で UFO キャッチャーみたいな、こういう角度でボリュームをすっげー触る。こうやって通常僕らの感覚で言うとボリュームつまみってのはヒュッヒュッって触ればボリュームは変更できるんだけど、地味編ってのはこうやって上からこうやってボリュームつまみを触る。本来ここにケーブルがぶっ刺さってるからね、これなんて曲？違うな。お、そっか、慣れてきたな。
ACDC。違うな違うな、なんだっけ、こうやで違うな、こうやで、面白い。でさっきの話のちょっとした続きなんですけど、まあ、エリック・ゲイルズさんってさっき言った結構地味変っぽいすげえギター弾く黒人の人がいるんだけど、その人ロサンゼルスで見たことあるんだけど、すっげえその人の気持ちがわかるっていうのはね、その人のギターの弾き方ってちょっとなんかね、肩凝るんだよね、こうやって肩凝るっていうか、こうやって弾くんで、あ、いかん、肩が痛い、こうやって弾くんでね、こうやって、まあ、チョーキングはこう上に上げるんじゃなくて下に上げるからね、こうやって下に上げるっていう言葉が、ここにこういうつまみがあって、このつまみ触らないように触らないようにって気使って、この逆向きのギターを弾いてると、だんだんね、肩がね、で肩がこうなってくんのよ、こうこういうふうにこうなってくんのっていう話を聞いて、YouTube 動画でエリック・ゲイルズさんの映像を見てみてください。かなり見てると肩が疲れる。すっげえこうなってくから、さあということで、右利きの人がレフティー用のギター持ってきて、ちょっと頑張ればなんか弾けそうな気はするけど、一応ダウンアップが逆っていうのをどう理解するかは大変ですよねっていうところで、今度はこれが通常の左利きの人たちが弾くべきスタイルっていうことですよね。でこれで、どういうこと、あ、わからん、 C コードってどうやって押さえるんや、 C コード、こうか、あれしよう、あれしよう、あれしよう、スピッツ、スピッツの G ってどうや、これや、え、無理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 、え、無理やん、こんなこと、なんて曲だっけこれ、これ映ってねえし、映ってねえし、ジョン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 、ねえ、ほほはひはひほひはひ、はひはひ、初心者さん大変だね、初心者さんってギターを覚えるの大変だ、すっげえ大変じゃん。
大体がブラッシングってできるんかよって話だよね、左手でね。まだこっちのが楽。ということで、たまには初心者さんの気持ちになってみようっていうのと、一応右利き左利きはギターを始める最初の1ヶ月目に、かなり悩んだとしても厳密に考えて選んだ方がいいよっていうのと、地面好きはこういうことは、この辺に関しての研究も地面好きは起こったらない。何のこっちゃ。ということで、チャンネル登録よろしく。